えっとそれではあのここからまあ本当の今日のえ授業に入ってまいりたいと思いますが。 えとまあいわゆるあの漢文訓読ということをまあ最初のうちはあのちょっと授業としてえやってみたいと思っているわけですけれどもあのえこれはあのまあこの間もお話をいたしましたように えー、このの中国語の文章、まあ、あのもちろん日本語と中国語っていうのは全く別の言語であるわけですけれども、えー、その全く別の言語である、えー、中国語の文章を、えー、本当だったら、まあ、中国語を勉強して、えー、その文章が読めるようになるはずであるのに、えー、その中国語の勉強をしなくてもですね 日本語にまあ翻訳をして読めてしまうというまあそういうえまあ一種の技術のようなものなわけなんですけれどもあの結局その漢文訓読というのはあのまあ要するにこの間この2つあの高校の教科書とですね え高校の教科書の論語とそれからもう一つあのこれはまあ明治時代日本の明治時代に出たもので「俗文章規範注釈」というねあの本なんですけどこれはあの例の「屈原」の「の注意を編んだね屈原の」の有名な「遊風通」っていうやつでまあこんなのをあのまあ本当だったらねその なんてこう中国語で読まなきゃいけないかもしれないんですけどあのこういうような形でえ日本語ですぐに読めちゃうというわけです。で結局その「漢文訓読」というのはこう中国語の原文にですねいろいろな記号とか符号ですね符号とかそれから送り仮名というまあ,あの日本語の活用語尾とかまあそういうものをつけていくことで あの日本語にして読めちゃうと、まあ、いうことといこなんですねで結局こういうあの訓読と言ってますけどあのそ,うそ,う、えー、その付けてある符号やその仮名のことを、まあ、ひとまとめにして訓典というふうに言うんですね訓典。それで、えーまあ、要するに中国語の文章に、えー、訓典というものを付けることによって 日本語の文章にしてしまうというまあそういうことです。それでこの訓典というものの中にえまあこれはあの帰り点と言われるものとえまあ送りがなというまあこの二つがあるわけですね。とだいたいあのこうご覧いただくと。 あのこう漢字が並んでいるわけですけどこの漢字の左側え左下といったらいいんですねあのまあこういう一つの漢字がまああの漢字はだいたい四角い枠の中にまあ収まりますのでこう一つの漢字だとするとあのここの場所にえこれが「返り点」というのが月、きそれからこっち側のところに「 贈、えー、り仮名というのが、えー、つくとそうするとお例えば、えー、この一番最初のこの漁法の字、まあ、これ漁法と言ってますね漁法の字っていうんですけどあのー、中国語だとさ「唯風つって言ってるだけなんですけどこの漁夫の「夫という「父という字はね、あのー 普通はなんだねあのだから漁夫の字でも持ちがいいんだけどあのこういうなんか漢文で特にこの屈原のあれを言う時は「漁法」の字というふうにね「漁と言ってます、ねえー、の字って。で、えー、そうするとあの例えばその「中意案」「字」「ファン」というこの4字だけ見ていただくとね「屈原」「中意案」は「屈原」ですね。でその次の字が「字」というところの 下に、このにという字が、あの、振ってありますね。で、これで、えっ、ー、と、屈原すでに、えー。ファンは放たれというふうにね、あの、読んでしまう。で、そうすると、あの、屈原すでに放たれ。でも、自動的に、日本語になってしまうという。まあ、そういうものなんですね。後で、もうちょっと読んでみたいと思いますが、まあ、とにもかくにも、あの、こういう。えー、訓点、えー、帰り点送り仮名というものをつけると。 あのまあこれは日本人にはっていうことなんですけどあの基本的には誰でも日本語にして読めてしまうということであります。それであの実はえそれで実はこの日本で、えー、いわゆる漢文ちょっとごめんなさいねいわゆる漢文っていうもののテキストは、えー、い,ろい,ろいろいろな、えー、ケース いろいろな場合というのが出てくるわけなんですけれど、あの中国の書物がだいたい日本にまあ伝わってきますよね。で、えー、日本でまあ出版されるわけです。で、その時にあのまいろいろなその出版のされ方というのがあって、えー、中国で出た本がまあ日本に来て、でそれをまあそっくりそのまま もう一回その日本で何て言いますかねあの出版し直すというような場合がありますよね。でえとこれはあのあそれからそのうんまあいいやそっちの話を先にしようえとまあこの四角をこう漢字であるとこう考えていただくとですね日本で出されるまあこの漢文のテキストの中にまあ要するにこの漢字だけしかないと。 何の記号もついてないというまあそういうものもあるわけですね。これはあの日本では多分中国語ではそういう言い方しないと思うんですけど文文というふううふに言うんだね白文まあ要するにこの「博」は何にも記号がついてないという真っ白なテキストというまあそういう意味なんだと思うんですけど「博文」と言います。これはあのえと考えてみると あの皆さんもご存知のようにえと中国の書物えと中国で出ている書物っていうのはまあもちろんそれはいろいろなケースはありますけどえ大体こうつまりこういう点を切ったりあるいはそういうなんかいろいろ符号をつけるっていうようなことはしてないですよね。 あのいわゆる日本語でいうその全部こう「白文」ですわねこれはなぜですかなぜ中国の,そのああいう文集詩集、えー、それからその経学の書物でも何でもいいんですけど漢字しか書いてないんでしょうね。点とか切っってあったら読みやすいじゃな,い <laughs> なぜあれなのかってこれはあの考えるんですけどね。 あのえー、と私はなんかこれは意地悪じゃないかというふうに思ったりもするんですけれどあの、まあ、実はねこれはそういう、まあ意地悪かどうかはわからないけどあの要するに読める人には読めるっていうわけですね。A、で読めない人は読まなくていいという。 まあ、そこを意地悪だって言えばそうなんですけどあのだいたいそううう考え方なんじゃないかななかんて思うわけです、えー、もちろんあのリズムっていうものがありますからその点を切っていくのはねあのそんなに難しいことではないとは思いますけれど中国の人にとってはだよ。あのだけどもともと中国のそういう岩石っていうかあのテキストは大体点を切ってないですね。で これはあのやっぱりね私明代民の時代の,あの小説とかっていうのを見てると時々そのちゃんと点を初めからもう出版された時からこう点を切ってあったりしてくれてるものもあるんだね。でこれはやっぱり多分あのより多くの人にこう楽に本を読ませようというまあそういうサービスだろうと思うんだけど。 あの、やっぱりこの訓練あ訓練というか、その中国語の場合、ま句読点とかまあ、そういう記号をねえー。もともと何にも使わないという時代からまあ、だんだん使うようになってきて。まあ、近代に入ると、あのみんなこういわゆる氷点ピアオティエンというやつがつくようになりますよね。これはやっぱりあの少しでもこう読みやすくするっていう。 歴史がこうだんだんんだあるんじゃないかと思うんで,す、ね、でまあ昔は本当にその一部のエリートが本を読んでればでこれは彼らは点なんか切ってなくたってちゃんと文章が読めたんだと思うんだけどやっぱりそれがだんだんこう多分広がってくる過程だと思うま,まあそれはあのちょっと余談なんですが、えー、まあ日本であの出る場合まずはあの中国で出たものをそっくりそのまま、まあ、点を切らずに えー、日本でも出ると、まあそういう場合もあります。これはね、あのあります。そういうのは白文と言います。それから次に、えー、このまあこういうあれなんですけど、要するにこう苦当点、えー、それこそいわゆるトアンチュですね。その、えー、この天丸天丸っいうかその句だけ切ってあるという場合がある。 でこれは中国のテキストにはもともとなかったんだけど日本でこの本を出すときにあのやっぱりこれは日本人の方がまあやっぱり文章を読めないですからあのどっかの誰かがちゃんと点を切ってくれてあの出しているとこういうのは「句点本」ンンというんですね日本では。本、えー、と言いますでそれから えーとどんどんあのサービスが <laughs> 行き届いてきて、えー、その次にです、ね、あのテキストをこう見ていくと、えー、例えば、まあ、あのこんなような感じでこういわゆるあの「帰り店というやつなんですけどあこの帰り店がつけば、まあ、訓典も大概ついてると思いますがね句読点もついてると思いますけど あのいわゆる、えー、この「かり点」をつけているという、まあ、そういう場合でこれは、えー、とえり点があればいわゆる訓読式で読めるわけですから、まあ、これは一種の訓読文というふうに言うんですね。まあ訓読文1っていうのがまあこれで、えー、それから、えー、訓読文としてあのー 同せなら同じようにしておいた方がいいと思いますがえここにあのこういう送り仮名,送り仮名がついているとまあこういう場合がありますね。ですからあのいわゆる訓読の文章といってもあの送り仮名が振ってある場合と送り仮名が振ってない場合とあるわけですね。これはやっぱり あ,のある意味ではあのこうなんて言うんでしょうね送り仮名があればあのより多くの人がそっくりそのまま読めるわけだけど点この返り点だけでは、えー、このそれぞれの漢字をどう読んだらいいのかとかあるいはそれぞれの字をどう読み下したらいいのかっていうのはなかなか分かりにくいですから。 ななかなか難しいですねであのそれでこの間もうお,、ま、お回ししましたけどあの例えば、えー、こういうあの高校の漢文の今の新しい高校の漢文で、えー、特にこれは「あのー」上なんていうねあの一番最初に、えー、勉強する教科書ですけどこれなんかだとあのもう漢字があって返、えー、り点がついて。 えー、送りがながついてそれで時々よく見るとあのなんか難しそうな字にはちゃんとこう読み方までちゃんとついてるわけですね。であのだからこういう親切な、まあ、テキストあて親切な訓読の、まあ、方法からそれから、うん、えとこの間ちょっとお目にかけたものの中でねこれあの昔の、えー、と中学校だから、まあ、今で言えば高校にあたる えこの漢文,で授業漢文の授業で使ってた教科書ですけどまあこれ僕123たりがちょっとあの手に入ってないんで123たりはどうなのかわからないんですけどあの例えばもうこの巻きの5ぐらいになるとですねあのまあ時々えこう送り仮名とか振ってはあるけれどもう送り仮名とかもあのかなり振ってない。要するに えー、この「返り点だけしかついてないというものが結構ありますだから、あのー、どんどん勉強してきて、まあ、この教科書も5冊目ぐらいになるとね、あのー、もう何というか送り仮名最後の方になるとほとんど送り仮名もないんだね、あのー、そういうものになっちゃいます。でそれから、あのー、これこの間お目にかけなかったんですけど、あのー、こんな今お回し,しますねこれまたね。あのー 大正2年あ何これなんかいたずらな気がしてありますけど <laughs> あの、えーとえー、とこの「論語」「論語の失中っていうね趣旨の「の論語の失中なんですけどここにね「えー、と文一平」って書いてあるのよ。でこの「文一平」っていうのはあのこれ昔の,あのこの間日本の昔の,その学校の制度のお話ちょっとしましたよね。 あの小学校があって中学校っていうのがあってでこれがまあだから今の高校ですよね。でその上にえと高等学校っていうのがあって大学があったわけですけどこの分1とかっていうのはその高等学校のクラス分けなんだね大体どこでもね。だからえとこの論語の教科書はあの昔の旧制の高等学校だから今の大学の まあ教養部っていうようなねところに大体当たると思うんですけれどあのそこで使ってた教科書なんだよねこれ論語のね。でこれなんか見るとですねもうあの送り仮名ゼロ返り点はさすがについてるんだけど返り点だけしかついてないだからえ大学生ぐらいになるとですね漢文の授業っていうのはもう要するに本当に漢字と え帰り点だけというぐらいになっちゃうというまあそんな感じなんですね。えっ、ー、とちょっとじゃあ一緒にこれとこれとまたこの辺からお回し,してみましょうか。この間やったやつだけどねあのそう思って見てみてください。えー、そういや何にも記号がついてないなということをあのしてみていただければと思います。でそれからあのー。 ついでにですね、まあこれがいわゆる漢文のテキストということなんですけれども、あのこれのさらにえ優しくというかあの日本語化したものに、といわゆる書き下し文っていうのがあるんだね。訓読書き下し文というのがあって、あの要するにこうさっき えこの「屈言」のやつを見ましたように、えー「中意ー,ーファンというこの四字をあのすでに放たれというふうにですねあの日本語に読んじゃうして読んじゃうわけだね。そうするとですねあのこれを全部日本語にして書き直せるわけなんですね。屈言すでに放たれ うんんぬとこうすると、まあ、あのもちろん漢字ばっかりっていうことなんだけど漢字の多い文章にはなりますけど基本本的に日本語になっちゃうわけですでこういうふうに、えー、と訓読をしたその結果の日本語を、まあ、そのまま日本語にしたっていうのがいわゆる書き下し文というやつで、えー、ありまして、あのー、この間ちょっと紹介した、あのー、例えばその昔の法律ですね。 台湾総督府やなんかから出てた文書っていうのはこのいわゆる漢文書き下し体というかとでもいうその文体なんですねで書かれてるということですですからあのまあそういうものを読もうと思った時に逆にまあこの漢文訓読の仕方をよく知ってるとえよくわかるというか分かりやすいという、まあ、そういうことになるっていうことなんですね。だから色々こう あの漢文といい漢文訓読といってもいろいろなこう段階があるわけなんですねあのテキストにもだから、まあ、こっちへ行けば行くほどまあなんていうかより親切になってるわけですからあのまあ何て言いますかねあのより多くの人が分かりやすいということになります。それからももちろん、えー、とその高校のの漢文の教科書ににあるように あの単なる送り仮名だけではなくてね「振り仮名」っていうのありますよね漢字に「振り仮名」というのがね。でこう難しい字なんかにはえその「振り仮名」を振ってわかりやすく説明しているというようなこともあるしそれからえとさらに江戸時代のテキストであのあそれでこれはですねあのちょっとまた全然別の話になっちゃいますけど「あのー。 大体この「漢文訓読」っていうのは基本的には中国語の,文言文です、ね、あの中国語にも「ウエンイエンパイホア」その文言文とまあ口語とあるわけですけど、まあ、これはやっぱりその文語の文章を読むのにえまあ適してるっていうかねあの大体まあ昔から日本人があの読んできた文章っていうのは基本的には文語なので。 まあ文語を読むためにこう書かれているわけですよねでところが、あのー、日本の江戸時代やなんかに、うん、中国のまあ民進の時代になると、あのー、いわゆる白話小説っていうのがいっぱい出てきますよね「バイ・ホア・シャオシオ」ね「シュイ・フー・ジュアン」とかね「三円ある、のー、パイ」とかねああいうのがこうたくさん出てきてでそれが日本に入ってくるわけです。でそうするとやっぱり日本人は えと中国で出た小説ですからあの興味を持って読みたいわけですよねでところがこれはバイホアでしょそうするとなかなかその「バイ・フォア」の場合この「漢文訓読」だと読みにくい特に語彙ですね。例えばあの今たまたま思い出してた例をしますとその「風貌流」のその三言というのが あ、これは中国史になっちゃったね。<laughs> あのえっ、ー、と三元二百の三元というのがありますよね。で、この三元があの日本でも、えー、いわゆる和国本としてあのー、出版されてるんですね。それでえっ、ー、とこの返り点送り仮名をつけてあのー、出版されてるんです。であのー、かなりこうだからまあ何て言うんですかねこう広語の文章だから。 あのなんとかだなんててうのが出てくるわけでしょあのでこういうのはなかなか昔の日本人には分かりにくかったわけだねこう口語だとねまあだんだんそれでこう、えー「の」なんていうふうにこう振ってあったりとかですね <laughs> あのするわけです。それとか口語の,の語彙あのたまたま記憶しているのは、えー、とその「ベンチエンなんていう単語があって。 これもあのなんか商売をする時にねあの一番最初にいるお金っていうようなことなんですけどそんなような言葉がこう出てきてねだけどこれは多分あのいわゆる文豪の文章ばっかり読んでた日本人には分かりにくい言葉だったらしいんだよね。でそれであのここにその「元で <laughs>」日本語では「商売をする元で」って言いますけど。 あのその元でなんていうあの説明をねこれは読みがんなじゃなくてこう意味をあの説明として書いてるっていうまあそういう場合もあります今度あのそのテキスト持ってきてお目にかけますかねあのまあそういういろいろなケースが実はいろいろな場合があの出てはきます、え。ー あそれからあのこの漢文訓読の,、えー、この今消しちゃったけどあのこの訓点っていうのがねあの今はまあこういう形で、えー、このいわゆるまあこれからお話ししますけど「レ、えー、点」だとかね「12点」といったりしてこうひっくり返るあの記号を使って書くというのが一極、まあ、普通に行われてるんですけど あの日本の,その中国の本をずっと読んできたこう長い歴史を考えるとあの今我々が使っているこの漢文訓読法っていうのは、えー、そんなに古いものではないんだね実を言うと。えー、大体江戸時代の初めぐらいに、まあ、それより前にもあの使われてはいるんだけど大体それが確立したのは江戸時代の初め頃なんですね。あの今のこういうい で、えー、といわゆる古書本と言われる古写本と言われるものが日本に随分残ってます。でこれの古写本っていうのは、まあ、あのやっぱり日本でもこう印刷術っていうのが出てくる本格的に出てくるのはまあ江戸時代ぐらいからなので、えー、それ以前の書物っていうのはこう写本、まあ、要するに手書きのね、えー、写本があのほとんどなんですけれど。 そのだから中国から来た書物もあの、まあえー、中国自体が、まあ、大体当代ぐらいはまだ印刷っていうのはそんなにありませんし、えー、写本で伝わってきてでその中国から来た写本を日本でまた、えー、写本を作ると、えー、写し直すというようなことで本がこう広がっていくわけですね。であの皆さんもご存知だと思いますけどあの、えー、博楽天 かっきょいだね、バイチュイのその「白紙文獣」というこれねなかなかねあのこんなことは中国の人は頭を悩ませる必要は全くないんであの本当に日本だけでこんなことがあるんですけどこの白楽天のこの「白紙バイシウェンチというこの本は 日本でものすごい読まれたんです、ねあのー、ですすねから、えー、っともうなんていうかこう「ウェンジー」というこの二字が出てきただけでもうこれは実は「バイシー・ウェンジー」を意味するといったくらいの,あのに流行ったわけです。で、えー、っとこれは大体、あのー、いい普通にこれ日本語でこれ読むとね「えー、白紙」。 文文なんだね博士でしょあの他の人の,あの署名の場合はだいたい誰れ文集というふうに、まあ、あるいは詩集というふうにね文というんですよねだけどこれこの「白楽天」の「だに関してはあのこれを「文集」というふうにね「博士文集」というふうに、えー、読んでいたんですねこれはね。 で我々もずっとその白紙文集というふうにつまりなぜかこれは、えー、白紙文集というふうに言うんだというふうにこう習ってきたんですけど、えー、最近ある人があのこれは実は昔の人も文集と読んでいたんだという何、えー、かの証拠を見つけてきてですね、えー、わざわざ文集なんて読む必要はないんだということを、えー、論文を書いて今盛んに言ってるんですけど。 まあ、あのどっちが本当だか分かりませんけどねだけど、まあ、確かにこれが、えー、と白紙文集というふうに言われていたということは確かなんだよね、えー、平安時代の人もひょっとしたら「文集」と読んでたこともあるかもしれないけどね、あのー、やっぱりまあなんとなく「文集」というとなんか感じが出ますねあとあそのついでに言えばあのこれもそうなんです。 聖明大使えジャオミンタイツそのこの書物ねウェンシュアン、えー、普通に読めば文仙ですよね文仙、えー、なんですけどこれはやっぱり文重と同じでこれは文禅と。 せじゃなくて、しかもぜとこう濁るんですね。門前とこう言ってますね。あの、これ門前に関しては、も、実は文鮮と言ってたんだってな論文を書いてる人はいないので。やっぱりずっと文鮮、あ、門前じゃない門前というふうにやっぱり読んでたんだと思います。だから、まあ、それだけ、あの、なんていうか、こう、みんなが読んで。なんか、一種のこう固有名詞化しちゃうんだね。そうすると、多分別の読み方が。 あのちょっとこう独特の読み方がこう出てくるんだろうというふうに思います。だからあの例えばえと誰かさんの誰々誰誰の文章,を文章を選んだっていうような書物の場合には「誰々文禅」というねその場合は「門前」とは言わないわけだね。あのこの虹が 証明大使の,あのウェンシュアンを言う時だけあの門前というふうにねこういう変なことがあの思ってますこれは中国では全然そんなことを悩む必要ないんだねウェンシュアンはウェンシュアンだからね「バイシーウェンジーはバイシーウェンジーですからねあのなんか変なこだわりみたいなのがこうあるとえなんか「門中」と言った方がこうありがたいというなんかそんな感じがあるわけですね。 それからあのさっき、えー、と日本におけるその漢文の書物っていうがあの出る場合に、えー、白文で出たりなんかいろいろしますっていうことなんですけどあの実はそのこの漢文で書かれた書物まあ中国語でと言ってもいいかもしれないですけどあの日本の図書館でねあのこれ結構いろいろ問題があるんですね。で日本のの図書館っていうのは まあ、大きく言って、あのー。まあ、大体和漢所と。あのー、要所という。えー、大きく二つに、こう系統に分かれていますね。あ、これ台湾大学の図書館も、あのー、実はそうだってたね。あのー。<laughs> えー「中日間」っていうのでまとめてあってこっち側は「要書」っていうね「あのシーウェンですよね。でまあ,あのそういう形に大体なってるんですね。まあ、要書と日本では「要書」といっただけであの「シーアンの意味であ,あってまあ,あの子文字の書物と「シーウェンの書物ということなんですけどこの「和漢書」というふうにね、まあ、まとめてくれちゃってるとま,あまた分かりやすいんですけど。 あの、実はこれは、その和書と。当然ながら和漢書とは言うけれども。あの、和書と漢籍と、こう二つ分かれているわけです。これはまあ、当然ですよね。和,和漢書というけど、和書と漢籍にこう分かれてますよね。で、えっ、ー、と、その和書と漢籍の。その定義っていうのは一体なんだっていうことなんですが。 あのこれはですね、えー、つまりその漢籍とは何か和書とは何かっていうのは、あのこれは言葉で分けてるわけではないんだね。あの要するに、えー、中国の人が書いた書物が漢籍なんですね、えー。日本人が書いた本っていうのが和書なんです。でそういうふうになってるわけ。あのだから。 漢石目録っていうのはね、まあ、日本でもこう作りますけどその漢石目録っていうのは基本的にはそうするとどういうことが起こるかっていうことなんですけどねあの日本の学者が、えー、昔の江戸時代の学者が、えー、とこれは漢文で大体著作を書くわけですよね。ででもいいんですけど あの伊藤仁斎なんていう人がいて、えー、伊藤仁斎なんていう人がいて、まあ、例えば「その論語古義なんていう、えー、書物をまあ書いていますでこれはあのーまあ、完全なその論語の注釈書なんですよね。 伊藤のの書物っていうのはねでこれ「論語古義」っていう本を手に取って見てみるともうこれは全部漢文えつまり漢字しか書いてないのであのもうそれでしかも内容は論語の注釈ですからあのこれは完全にその中国的なそのいわゆる分類法あの支部分類法でいくとその頸部のねあのいわゆる中国の あの私ね。今はまああの普通岩石がねあの多い図書館台湾大学なんかも多分あの、えっと、図書館の、まあ、これからちょっと私もこう探検の旅に出ようと思ってるんですけどあの4階に、えー、その全本書のコーナーがあるよねでああいうところは多分この「四部分類」で本を置いてるんじゃないかと思うんですけれど。 大体いい中国の昔の書物の分類法としてはあのいわゆる「経史詩集」という、えー、まあこれね「慶、えー、部」部と「詩、え、部、ー」とこうなってるからあのいわゆる「詩部分類」なんですけどね、まあ、本当は「草書」っていうのが後ろにくっついてるけど、まあ、あの一応この「詩部分類」で。で この論語なんていうのはもうこの経部の中に入っていて経部の詩書っていうところに入っていてその経部詩書類の論語の属っていうところに入るのでこの印刷の本なんかはもう中国の漢石のこの経部の論語のところへ並べた方が本当は分かりやすいわけですよね。だけどあの日本のっていうかまあ今の我々の考え方は日本人の書いた書物は和書でえ中国の人が書いたものが漢石ということになってるから。 伊藤の本なんんかも和書に入っちゃうんですよね今の日本の図書館の分類になっちゃうとね。だそれちょっとお,おかしいっていうか変なところがあ。で,、あのー、で実際図書館によってはあのー、そういう日本人が書いた漢文の本っていうのをものすごくたくさん持ってる図書館もあるわけだね。でそうすると あのやっぱりこれは和書に混ぜちゃうのはまずいよねっていうことで「あの純漢石」っていうねつまり漢石目録というのは漢石というのがあってこれはまあ中国の首都の書物をまとめてあるんだけどあのそれに準ずるという意味でね えー、循環石っていう、まあそういう分類を設けて、あそういうその項目を設けて。日本人が書いた漢文の書物を、え軽、ー、視刺繍の順番で入れていると。いうそういう場合も、あのあります。あのー、まあこれからもし本当に、えっ、ー、と。こういうような、あのー。中国のことでも、まあ日本のことでも古い。 えことを研究しようと思うとですねあの日本の東京にえと内閣文庫っていうのがあるんだね。これはまあ,あの国立公文書館っていう。 えー、国立公文書館というものの中に、まあ、この内閣文庫という、まあ、あの図書館があ,るわけなん蔵書があるわけなんですけどその内閣文庫の鑑籍目録なんてやつねこれはあの実はまあ江戸時代以来ずっと集めていた本だから中国のものも結構あるしそれから江戸時代の学者があるいはまあそれより前でもいいんですけど日本の学者が漢文で書いたものっていう本もたくさん持ってんだね。だからこの 内閣文庫で出している関籍目録っていうのは、ご覧いただくと最初の方は中国の人の関籍目録なんだけど、おしまいの方に準関籍っていうあの項目があって日本人が漢文で書いた書物をまとめて集めてるんだね。あのそういうのがあります。えっと内閣文庫の目録は絶対にあの図書館にあるから、もしあのなんかの機会があったらぜひあの覗いてみていただくと。 あのいいと思います。ええ、まあそんな感じなんだよね。はい。じゃああと一つ二つちょっとあのここで補足をしますけれど、あの一応じゃあちょっとここで切りがいいので、あの少し休憩しましょう。はい。どうもお疲れ様でした。えええー、すみません。なんかあのいろいろですね。あのやっぱりなんか。 あのえー、緊張して授業をやっているとあのなんか説明をしなきゃいけないところをし忘れて、えー、先の方へ行ってしまったという、えー、部分があって今鋭く質問を <laughs> されたんですがあのさっきあそこで古障本の話をしかかったところで、えー、いきなり和,和,国本やあのあの和感情の話になってしまったんで、えー、ちょっとそ,のそこへ戻りますけど。 あのこの訓読のねあの訓点の歴史っていうことを考えるとあの、まあ、その辺からちょっと実は私喋り忘れたんだねちょっと補っときますから <laughs> あの、えー、と今のような、まあ、つまりこういう あの今お回しして見ていただいているようなあの訓点っというのがまあ江戸時代ぐらいからという確かそこまでは話したと思いますじゃあ江戸時代よりももっと前はどうだったのかという話なんですけどあのまあいわゆるえそれ以前はまああの印刷があんまりないですからえと古写本と言われている時代ですねでこれ大体日本で古写本というのはあのまあ平安時代えそれから鎌倉時代 この間あの私この「鎌倉の鎌」っていうこの字はあのなんか中国語でないんじゃないかって言ったけどこの間なんかちょっと中国語の文章を書いていて「離、えー、縁」っていうやつでこういっぱい字をやってたらなんかこの字もありましたねあることありました <laughs> すいません、えー、それから「室町」というただしだから逆に言うとあの日本の鎌倉時代は字があるんだとしたらこっちを書かないとやっぱり変だっていうことだよな。 あの時々あのなんていうかこうえまだれのあるあ「鎌」という字を書いてる文章があるけどあれはやっぱおかしいわ <laughs>。大体えと平安時代鎌倉時代室町時代ぐらいまでのまあ写本これはまあ古写本というふうにまあ言ってますま。江戸時代の人にももちろんあの写本というのはあるんだけどまあこれはまあただの写本であってね「古」という字がつかないわけですね。 えとこういうい古写本さっきちょっとその白紙文集の話からなんか話がおかしくなったんですけどあの白紙文集なんていうのがまあものすごく読まれてまあ平安時代の写本鎌倉時代の写本ものすごくたくさんあるわけだね。でそういうのを見るとですねあのこれはやっぱり平安時代にもあのすでに日本のいわゆる訓読法みたいなのがこう始まっていたんですね。それであの その室町時代とかあっと以前のこう古い写本を見てるとですねあのこれまあ一つの漢字がこうあるとしますとあのよくこれを見るとねあのなんか所々にうんこんな主の点がポンとおしついてるんですあの前によっては真ん中についたりこんなところについたりえこんなところについたりいろいろしてるんですねでこれを あの昔これがその昔のその訓読符号なんですよね。でこういうのはあのおこと点というんです。おうこうと点という。でえっとこれはあのいろいろ場所によってこう表があって例えばえこの右上に点がついてたらこれはこれえっとおという字をまあ補って読めとつまりまあ 今で言えば何とかまあ書を読むみたいにね、ひっくり返って読む時のこの「お」にあたる「お」というのをつけて読みなさいとかですねあるいは「これだったら何々しててというのをつけて読みなさいっていうまあそういうような形で訓読をやってたわけですで。で、あのー、だから古い写本を見るとこういうあの各一字一字ごとにね あのポコポコとこう赤い点がついてるわけですね。でこれがあの、まあ、いわゆる日本で、えー、とこれ訓点資料って言ってこれはあの何の役に立つかというとですねあの日本に訓点資料学会っていうのがあるんだね。こんなの独,特独立してるぐらいにね。でこれは別にあの漢石の研究をしての研究をしてる人ではなくて。 実は日本の国語の研究の役に立つわけです。あの昔の言葉っての資料はあんまりないんですけど、こうやってこの訓点を追っていけば、あのこういうものをどういうふうにつまりさっきの、えー、最終的にはこう読み下し書き下し文章みたいなのができるわけだね。で、その訓点をたどって、まあ、その書き下しの文章みたいなを考えることで、まあ、昔の日本語が平安時代の日本語とか。 え鎌倉時代の日本はどうだったかっていうことがまあ研究できるっていうことでまあ日本のののの国語学の中でこの訓資料の研究ってこうやってる人いるる人んだねだら彼らはあの白紙文集とか使ってるんだけど実際は白楽天の詩とかはまあどうでもいいってことはないとは思いますけどそこがえっと彼らの研究の中心ではなくて。 あの要するに国語日本の古い国語が分かるというまあそういう意味での,あの資料です。ですからあの実はまあここはもうあんまり詳しく言ってもしょうがないんだけどあのいわゆる漢文訓読といってもあの結構昔からこう歴史があって変遷があるんだね。今の,あのところに来るまでにまあかなり時間がかかっていますということです。で あのあそれからさっきあのもう一つ質問したのはこれもまたあれなんですけどあの和書っていうのと漢石のね違いなんですけどあのさっき和書はこれは日本人が書いたものだからあの和書で、えー、中国の人が書いたから漢石だっていう話をしましたけどあのこれは 最終的にはその言語なのね。だからあの漢石っていうのは中国の人が中国語で書いたものが漢籍です。それからあの日本人がって言うとややこしいので、えっ、ー、と日本人が日本語もしくは漢文で書いたものが和書ってなっちゃうわけ。だけど例えば日本人が英語で書いたなんてやつはこれはもう洋書になっちゃうよね。 だから、まあ、そこら辺ちょっとややこしいんですけどまあ漢字としては大体いい、えー、村上春樹なんて人が非常に流行っているけれど村上春樹の小説が英語に翻訳されて出ていればこれは英語のつまりなんていうの、えー、要所っていうところに分類されるしそれから「 あの今の中国語版というのもあるけど、その中国語に翻訳されればこれはまあ漢籍とは言わないけど中国書なんだね、あのという分類になるわけですよね。和書ではありませんね。中国語だったらね。それはもうあのだいたいそういうことだと思います。それであの今え日本語の本としてあの。 白文とか句典文とか訓読文っていうのがあるということをしましたけどあのまあそれに加えてですねあのさっきちょっと句典の,の話をしかかったんですけど日本でねこれは「守引きっていう言葉があるんだね。これはあの 出版された段階ではあのー、全く関係ないというかないもので、えー、と本を読む人が自分でやる仕事なので、まあ、ちょっと今の話とは別ということになりますけどこれはあの本を読みながら、えー、あ読書じゃなくて読者がねあのやるんですけど、まあ、一種の,あのパンクチュエーションというかその標点の付け方ピアオティエンのね仕方としてちょっと紹介しておきますが。あのー 日本の学者というか、まあ、日本の人が、えー、漢石を読むときにですね、あのー、まあ返り点訓点がついていて返り点があって送り仮名があれば、まあ、大体意味は分かっていくわけですけれど、あのー、やっぱり、えー、とこれ例えば人名とかね署名とかねそういう固有名詞っていうのがどれが固有名詞なのかっていうのが、まあ、分かりにくいわけだよね漢字がこう並んでいる場合 いいっぱい並んじゃうとねでそれはあのそこでねえ日本で昔からこう本を読むときにうんまあ中国の学者ならまずはでで点を切っていくわけですわねでだけどまあ日本の場合だいたい訓点がついていればまあ点は切る必要はないんだけどあのこういう固有名詞に印をつけていくというのがあってえ例えばあの大体これが決まっていてですね 漢字の右側に赤1本、週1本であればこれはその地名、長安なんていうような言葉が出てくればだからあの右へ引くわけですね。でそれから、これはあのみんな自分でやることだから真ん中に漢字の真ん中に入れちゃうってこともできるのであの真ん中に1本これは人名。 うん、それから、えー、と左側に1本っていうのが、えー、と官職名漢文の資料を読んでるとねなんか昔のお役人の官職がものすごい長かったりなんかして、えー、どこがどっからどこまでがこう官名なのかっていうのもなかなか分かりにくいですねこの官職名。でそれから、えー、と一番よくある意味では使うのが えーとこの真ん中にあ真ん中2本っていうのがあって、えー、これが署名なんだね、えー、C1、e、とかね CK なんて出てきたらこう2本引いていくということです。それからまああんまり見たことないけど、あのー、左側2本っていうのもあるらしくて、えー、これは年号なんだ。 監視とか、ね、公式なんて出てきたら左側に引くんだそうです。でこういうふうにやっていくと、あのーまあ、テキストが、あのー、まあなんか立体化されるといいますかね、あのー、これが署名これが人名で、まあ、人名や署名だったらもうこれ以上翻訳の仕様がないわけだからあの固有名詞として扱えると。でまあいわばそういう線の引いてないところを。 ちゃんと意味を考えて読んでいけばいいということになるわけだからね。あのこういうことをまあやっていたというわけです。だ、だからあの昔の人がえちゃんと読んだあのテキストをまあ今あの図書館やなんかでこう見るとね、あのちゃんととこあのきちっとこうこのしびきをやってえ読書をしているっていうものがあの見ることができますね。えー、まあ大概。 あのなんか最初の方で終わってたり最後まで読んでないというケースが多いと思うんですけどあのえこういうことをまあやっていました。それであの実はですねあのこの「漢文訓読」というのはまあ結局今の話でいけばその訓点をまあつけるということになるわけですけど。 まあこの訓典の話でねこれはあの当然のことながらえと2つの側面があるわけね立場という上からねあのまずはえ今今日僕お話ししてるのは大体読者本を読む人にとってっていうことでお話しているわけよ。そうすると,えと日本の読者が この漢文の訓点がついたもの、あるいは送り仮名がついたもの、あるいは振りがなやなんかがついたものがあれば、これはすごく読みやすいですよねっていう、まあそういう話ですよね。もうそれ自体がある意味では翻訳になってるよねっ。っだから例えばあのまたこれやってみます。あの屈原のやつね。ちょっとこう유푸쯔ってやつにこうもう一度戻ってみると。えー 多分こ,うこれに従えば「え屈原すでに放たれ」「後端に遊ぶ」と「えー、これ部なんだけど「これ風」でねこ,れこの時代あんまり濁音っていうのは書かなかったりするからこれでも一応「遊ぶ」と読むんでしょうね。でゆゆくゆくあのこの この印はあの2回読めっていうか「字なんていう字によくついたり「日々」ですよね、あのー、そういうことで「ゆくゆく宅藩に銀す」と、えー、これも銀図と読んでもいいのかもしれないですけどねで「岩色昇水形容孤行,、ね、行」と「進論空間」はね形容孤行。 漁夫見てこれこの次はまあえ」って読めるんだけどねこれ絵なんですかねこれにだろうねこれに解いて曰くと「しわ」「つ」は「しわ」だよねえ三両大夫にあらずやえ何のゆえにく何のゆえにここに至る屈原曰くく「世をあげて皆濁り」 我一人すめりと囚人皆その次の字が僕ちょっとよ,よく読めないんですけどえっ、ー、と皆普通だったら囚人皆良い我一人寒というふうに読むと思いますそれからようとこうあるとしたらえっ、ー、と 多分囚人皆よへるにという逆説になるんだと思うんですけどねちょっとここの印がよく分かりませんそれであの時々ですねこの「漢文訓読の」あのこの送り仮名のところでです、えー、と変な記号がというかあんまり見たことのない記号が出ることがあるんだね。これはちょっとと違うと思う思んだけどあの例えば えっと、こんな記号が出てくることがあります。で、これは、あの、ことと読むんだね。それから、あの、こんな印が出てくることがあって。で、これは、あの、してというふうに読むわけです。で、あの、今の、あの、ちょうどね、この。両方の字のね、えっ、ー、と、一番最後から。一二三四行目。 のところをちょっと見ていただきたいんですけどあのこの「ゆいふぅわんあるあるしあお」っていうところねあの後ろから4行目ですよあのもう最後の方あの「ゆいふぅわんあるあるしあお」ねで「漁法漢字とその次の字です」これが「して」なんだよねぎょうほ。漢字として笑おうというふうにやっていてだから今のこの「囚人皆与え」 とというところがねなんだかこうそういう印であるのかないのかなんだかよくわからないんですけれどまあ「囚人皆よい我一人寒っていうふうに普通は言いますよね。でここを持って花たるというふうにね大体いい今のように漢字と返り典と送り仮名に従って読んでいけばあのこの「イーフーツなんていうね、えーまあ、2,000年以上も前のこの文章が あの中国語を勉強しなくても読めてしまうというまあそういうことにこうなるわけです。でえとこれは今のはだから読者の立場ととしてえとそういういことなんだよねでだけどこれ日本でこれどっかでこの訓点をつけてる人がいるわけだよね。でこの訓点をつけるっていうことはこれ逆に言うと。 あの、何点でしょうね。えっ、ー、と、中国語の文章の意味が。どこで、例えば、切れる、句が切れるかとか。そういうことが。全部分かってないと。この。返り点って、つけられないわけですね。だから、えっ、ー、と、返り点があるテキスト。っていうものが、日本で普及したっていうことは。 あのこれは日本人が例えばこういう中国の古典を読むっていう上で、えっと、ものすごく役に立ったわけだけど一方で必ずその裏に、えっと、この訓点をつけてる誰かがいたということなわけよね。でこの訓点をつけるっていう作業つまり漢文訓読をするっていうことは逆に言うと、えー、その中国語の文章の意味が全部分かってないと。 つまり例えばうん、まあ、今からその話をしますけど「えー、ドゥ・シ o ー」なんていう二文字があったとしたらね「読書」という二字があったとしたら「do というのが動詞で,でそれに対する目的語はこの「シュー」という一字であると。だから一字ひっくり返るる記号をつけるそれから例えばあのその目的語にあたるものが「二字三字」字になってきた場合にはここの字までがこの動詞が えー、かかるその目的語なんだっていうことが分かってないとそのひっくり返る印をつけけられないわけですよねだから、うん、とつまり逆に言えばこの訓読をするっていうことはあのもうこの訓点をつけるっていうこと自体がもうすでにちゃんと意味が分かってないとできないというそういうことになるんだよね。だから あの両面あるわけです読者の立場とこれをつけてる立場とねでつけてる立場からするとやっぱりえこれはあのもうもともと全部分かってないとできないわけなのであのこれは結構え大変なあの仕事ということになるわけです、えー、さてそれじゃあ あの早速具体的な話に入っていきたいと思いますがあのまず、えー、と先ほど、えー、お話をしましたように、えー、訓展というのがあって、えー、と訓展には「あの帰り点」と「送り仮名」っていう、まあ、その2つがあるわけですけど今日はそのまず「帰り点」についてあの先に。 説明をしておきたいと思いますで「か、え、い、ー、りてん」種類はいろいろあるんですけどあの基本的にはレ「れ」点というのと「一二点というのと「上下点」というのとまあ大体その3つぐらい、あのー、やっとけばいいと思います。それで、あのー、漢文訓読の原則はですねあ失礼例えば、えー、これこういうような漢字が2字並んでいて。 えまあ一つのの文章みたたいにものになもにってたとしますでそうするとですね「こまあのいり点っていうのはこの左下にこうつくわけだけどこれが何にもついてなければそのままの順番で読みましょうというのが一つの大原則なんだね。だからあのこれ何にもなければまず一番この字を読んで二番目にこの字を読みますという、まあ、そういうことなんだな。だから例えばさっきの今の今あれでも その注意案といいいうこの字はねあの何もついてないわけだよねだから「屈言」とこそれから「ジーファン」というところもすでに放たれというのは全然この文字の順序通りに読んでるわけですよね「屈言でに放たれ」ってね。だからこの場合は返り点はいらないとだから返り点がないものであれば全部あのそのままの順に読みましょうということなんだね。だから例えばそこのの後ろの方で 「幻想」「茶を追」ンン「神論」「空歌を」っていうのがあって「空歌を」っていうのがあってこれなんかもその左側に全然何もついてないよねそれからこれなんか送り仮名もついてないので「漢文訓読」の時は「元色昇水慶容ここ」っていうふうにまあ読めばいいわけですね。で、まあ、これが原則です。で、あのー、その次に、えー、こういうマークをつける。 でこれはあのカタカナのまああのレですよね、えー、レレというのに似てるというかまあレなのであのこれはレテンと言いますレテンというのはあの一文字これはひっくり返るという場合ねひっくり返って読みますという場合ですだからレテンがあったらまず最初にこの字を読み次にこの字を読むということなんだね。 まあなんか変な例ですけど「愛れん」こうなんかえ日本語でこれそのまま読んじゃうと変な意味になるんですけどあの愛人というとねあの変な意味になるんですけどまあ中国語として考えればまああのこれは「人を愛す」というねあの愛が動詞で人が目的語ですから「人を愛す」というふうにねあの日本語だと「 動詞目的語の順序が逆になりますのでこの場合には一文字ひっくり返って読みますと「人を愛す」というふうに読みましょうというそれでこう例点がつくわけですね。それからあのその次にこういうし印がついている場合があってこれは あのまあ要するに何でもいいんだけどそう目的語みたいなののが2文字以上の場合ですよねでこういう場合はえとこう見ていくとここに見ると「2」という印がついているだからこれは後から読むんですよという意味なんだよね。でえとその次の字を見るとこれは何にもついてないとえだからこの字をまず1番に読んでえそれからその次見ると「1」っていうのがあるのでここを2番目に読んで。 えそしてこの「1」「2」というふうに戻りますよということで「1」「2」「3」の順に読みますというまあそういうあの原則なんですね。ですかねえ例えば有名な詩であるじゃない「フォン・チュイ・ザオ・ティ・チエン・ニューヤン」。 この時は「風吹き草たれて牛羊を見る」というふうにねあの訓読してるわけですね。あの牛羊を見るとでこれはあの要するに「牛羊というこの目的語にあたるものがこう1字ではなくて2字になっているので、まあ、こういうふうにひっくり返って読みますよという、まあ、そういうことなんだよね。 それから、えー、この辺ぐらいだったらまだ単純なんですけど、あのー、もっとい複雑大体いい今のこれあれだもんね、あのー、この「屈原」の「漁、えー、法の字」っていうやつを見ても今読んだあたりは大体12点0点ぐらいしかついてないですよね。 えともうちょっと後にもうちょっとややこしいこの「上中下」とこれがさらにあのあれすると次に「上下点」というのがえ出てくるんですねそれもやっちゃいましょううんとですねちょっとこうえもうちょっと複雑になってくると例えばえー こんな風な <laughs>、えー、間に12点が入っているものがまたこうひっくり返るというこういうケースがあるわけだな。えー、でこれはねあの論語なんだよ、えー、と中国語の勉強にいいけどね「うう,うちょん」「れんじうちょ」う,う,じょうなんていうのがこの「 文系に相当する、ね、あのー、人の悪を称するものを憎むわけだねこの「う」っていうあ「う」という動詞がその舌全体にこうかかってるわけだけど、あのー、それがそのここをどかしてみると人のの悪を称するものなんだねだからこの「女」という字を最後に読まないといけないんで。 でそのものを憎むと来るからあの、えー、ここは「上下」というふうにねこれは「憎む」だよね。えー、人のの悪ををすするものををですね、えー、憎むというふうにあのつまり、えー、間に一二点とかあるいは返り点が入っていて。 それがさらにえと上にいくっていう時はこう上下っていうのとなってくるわけですね。でこれがあのまあそんなのあんまり見たことはないけどあのもっとこれが複雑になるとなんか「孔をおつ平定」とかね「天地人」とかねなんかそういうのをつけるっていうんだけどまあ大体「礼天」あっこれがごめんなさい名前がねえとこれはあの「 一二というんで、これは一二点というんです。一二点、それからこれは上下点。まあこういうふうにえっとこの順番に従ってえと,とにかく読んでいけばいいということなんですね。で、あのー、今日皆さんに後でえっと宿題を,を差し上げるんですけれど、あのー、こういうなんかこう。 あのある意味バカみたいな話なんだけれど、えー、その練習であります。それでね、えっ、ー、と例えばあのー、あそれでねいくつかちょっとさらにえっ、ー、と負債的なあの規則があるんですね。でえっ、ー、とですねちょっとあのー、例えば。 こういう印まあハイフンみたいなのがつく場合があってでこれはもうこの2字であのひとまとまりになってますよという印なんですね。で例えばあのこれその四季の中四季の中の文章ですけどこう本義ンギシャンギュペンジーリュエテティンチンィチなんていうような文章があってそうすると。 このリュエティンという二字でこれは動詞になってるわけだよね。でそのリュエティンチンティをリュエティンするというふうにこうひっくり返って読みたいわけで、でこういう時はですね、あのー、ここに一二点をつけるんだね。でえー、っとつまり新知を略定すと、えー、こう読むわけですけど、えー、っとこの時はだから一二で、えー、こう三四とここには この下に何にもないけれどこのハイフンがあるものはひと塊ですよっていうふうに考えるので1234という順にねあの読むというまあそういう規則です。を略定すというねまあそういうふうな形になります。でさっきあの例を出し忘れちゃったけどあのその何にもない場合ね何にもない場合って例えばその。 何でもいいんだけど「ほアかい」とかさ「花開く」とか言うとねこれはもう「えっと,花というのが主語で「えっと開く」という動詞で「えー、花開くと」とこれでもう文章になっちゃってるわけですね。でだからあのひっくり返る必要はないということ。でそれからあの例えばそれからもう一つこれはあの来週の話になるんだけど。 あのシャンカオというのもね山が高いという意味なんですけどこの「漢文訓読」というのはあのこれ昔の人がずっとやってた話だよね。だからあの実はこの帰天「返りあじゃないやその「送り仮名」というのがあのいわゆる日本の古文の文法つまりいわゆる歴史的仮名いっていうやつにしないといけないんですね。 だから今,今風にいけば例えばこれは山高いなんだろうけれどあの高いじゃなくて山高しというふうにねあの昔の古文の形容詞にしないといけないってまあそういうことは一つあるんですけどまああのえ順番としてはだこういう場合はひっくり返らなくていいということですね。じゃあそそれでえちょっとその え皆さんとこう頭の体操みたいなもんで「はあじゃあこういうふうになってたらえどういう順番でえ読んだらいいでしょうか」ってなんか日本であの高校に入って漢文の時間最初に習うと。 あのやっぱりこういうなんかパズルみたいなことを一回はやるんだねだここでもやってるわけですけどはいこの場合はどうでしょうねいいですか,これかちょっと出てこれ書いてもらう番号だこうちょっと来て来て来てこうお願いします。 なななんか赤かかか赤黄色が分かりやすいかなこれだったらどういう順番でえ本当上からこう順に見てくるんだよどうだろうまず何にもない字を探すんだよ 何にもない字をあの記号がついてないのを探せばいいんじゃないあそう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 するとこれで見るとないのはどれだろう?「目いよフ風ハオダつ」上からこう見てって <laughs> かんない難しい そうですかじゃあちょっとしようかすいません <laughs> いえ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 じゃあ,あこちらに来ようかやってみてやってみて <laughs> 頑張って <laughs> どうでしょう <laughs> そうか本当本当です本当じゃないよ <laughs> えっ ちょっと違うじゃない。うん、あの、えっ、ー、と、もし、だから、ここに、そのさっきの、これがあれば、別だけど。ここないんだよ。まずは。うん。うん、だから、えっ、ー、と、これ、そう、なんか、やっぱり、ゆっくりやりますかね。<laughs> あの、こう見るでしょ。そうすると、まず一番、こう符号がないのが最初だから。これが最初じゃない。 うん、うん、だからそれが1になるんじゃないうんそうこれが1になるうんそしてそしてこんでしょ、うん、それから戻るでしょ12でしょこれがだから3であそうそうごめんね12点っていうのがあって3っていうのもあるからねごめんなさいこれは言ってなかったね。あの 一二三に来るわけです。これで、ね、あのー、ごめんなさい、ちょっとこれ習ってないことをやってしまいましたね。あの一、ー、二があって、えー、さらに戻るっていう時は一二三っていうふうにあのー、使うこともあります。だからこれはそうなんで、一でしょ。とここだけ見るとまあわかるよね。とこれが二だよね。うんうんいいんだよ。うんそれから。 3そう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 そして12だからここへ来るよねそしてうんそうそうそして5と多分こうなるんだと思うよ <laughs> なんか僕も不安になってきちゃったけど多分これでいいはずですよはいどうもあれみたいな感じそれからあのえっ、ー、とそしたらじゃあね似たようなやつでねちょっとこうもうちょっと複雑になるよ。 えここにこれがついてこう,いうなるこれはまあ12点だけだけどねあの例点と12点こうなったらどうなるかな <laughs> だんだん僕も不安になってきちゃったけど。 これはどうだろう。やってみます。やってみます。あ,あ、そうね。これは多分それでいいと思います。あの、まず。えっと、ここを見ると、ここのところは何もないんだけど。これはこの、この、なんていうか、続ける文字がついているので。あの、ここは、まあ、二次一番最後にっていうか、あの、まとめて読まないといけないですね。で、次見ると、ここが。 何もないとでだよねで3とでこう1がありますからこっちへ2で45とこんな感じになるでしょうね。はいえー、とそれからねありがとうございますよかったねそれから、あのー、もうちょっとややこしくなるんだけどあのこういうなんていうの二次先にこうひっくり返って それがそのまま上にまた戻るっていうのでこういうマークを使うことがありますのでねちょっとこれやってみますかねいやあの。こうやってなんか印だけやってるから分かんないんで本当は文字を入れればもっと簡単に分かるんですけど <laughs> こんなようなやつが。とにかくこの符号の読み方っていうのはあの漢文訓読の基本の基本だからね。 あのこの順番間違えると読めませんから順番間違えると読めないからねさてえどっちに行こうかなどっちに行こうかなじゃあこっちのはいじゃあやってみますかはい。 <laughs> やってみようちょっと複雑になるけどねうん黄色でやるか黄あ黄色うんあそうそうそうあ、そう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 。 あちょっとあれだね、はい、というわけだねはいはいはい、ま、ちち <laughs> よくできましたっ <laughs> えとこういう形になるでしょうねあの何もないんでここそれでここ見ると「レ点」がついてるからこうひっくり返って読みますとで読んだ後で「1」があるから「1」から「2」へ来てでここがひっくり返りになってるからねあのレ点になってるからこういう順序っていうわけだよね。とにかく、えー、となんかくいてたら あのその後回し後回しっていうことで何にもないところをまあ探しましょうということなんだなでまあ実際こんなようなやつだってできるわけだよねこれねあのこれどうでしょうね えー、じゃあ我らが T.A. 凛さんやってみましょうかパズルみたいなもんですからこれはあんまり頭使わなくていいはいこれねああいいじゃん <laughs> 最初が分かれば分かるよね そうですそうです。一二だからね。三、うん、いいんじゃない？そうそう。上下。あできたー。そういうわけだな。そういうわけ。うんありがとうございました。だこれね、あの実はね、えー、その今この辺全部、あの皆さんもよく知っている。 ペイコね、廃校。これは「覇情」に「軍ス」だよねこれはね。でその後にえっとにこれちょっと後でこでちょっとややこしいところも入ってるんであのあ,あごめんなさいこの「12」ってのは何だったかというとこれは幸雨だったんだねシアンだったんだねシアンジエンと。 ここんんなななのをまあ逆に言えば読もううううとこうなるとと思るいう話なんだよねえちょっとこの「今だという字はこれあの漢文の再読文字といってこれまた次の次ぐらいにえちょっと教えしなきゃいけないちょっと特別なケースなんでややこしいんですけどえこれは「今だというふうにまず最初に読んでね「今だえこううと」これは「と」と読みますね「こううと」「愛」これは「あ愛」なんだけど まいまみゆるをえず、ーえー、と、えっと、この「ウェイ」という字はあのこれ「いまだ」と最初に読んで、えー、それでもう一回「帰ってきて」せずというねあの打ち消しの言葉でしょだからこれちょっと2回読まないといけないちょっとこうや,あのややこしい話なんですが。 あの順番としては「今だ」まあ、これはちょっと最初に読んで「こ、え、う、ー、うと愛まみゆるをえず」というふうにね「あのウェイトゥユシャンユシャンチェン」というのを漢文訓読式にいくとしたらこういう順に「こうあ,、まあ今だ」っていうのはちょっとこれ例外ですけどね「こううと愛まみゆるを ととといいううううふうにまあ読みましょうということでだからまあ逆に言えばねあのさっきの話であのこういうふうに書いてくれちゃったあればまあ誰でも「いまだこう,うと愛まみるを得ず」というふうにえ読めちゃうわけだけど逆に言えばあのこの符号をつけるっていうのは大変なことでこの「ゆ」というのがね あのまあ、一種の前置詞であってこううとっていうふうに当たる意味ですよっていうのが分からなかったらこの12点はつけられないしそれからんえな、ー、だそのこの「do ということが何々できるできるのは何ができるかっていうと「ゆしあんゆしあんじえん」シアンジェンということができるっていうそのことがつまりこの動詞全体がそういうふうになってきますよっていうことが分からなかったら。 あのこのシャンシアの上下点もつけられないしというねそれからさらにそれがあのウェイであると今そういうふうことがしていないというね打ち消しになってるっていうのが実はこの下全部にかかってるわけですよね。だからそういう構造がわからないとこの「漢文訓読」の訓点ってつけられないのでつまりこれ結構あのこの記号を見てると。 まあなんて言うんでしょうね中国語のこう文法の規則というかねあの文法みたいなものも実はただだらっと読んでるよりもなんかよく分かってくるんじゃないかという気がするんですねあのそういうまあメリットも確かにあると思いますえということでそれでですねあの、えー これあの日,本日本でこれ漢文というのは高校で授業があってそれであの大学の入試にもなってるんですけど、まあ、そういういろいろこうなんていうの,あの参考書とか問題集というのがいっぱいあるんだよね日本でね高校生向けのでそれ私今回山のように買って持ってきたんだよね <laughs> それで、えー、とその問題集の中であのまさにこの今日僕らもやったやつがこうあってでこれをね あのー、今回も、あのー、ちょっと紙ではお配りしないので。あのー、林さんに頼んで、えっ、ー、とー、あれなんつったっけ。今日アップロードします。今日アップロード,す,ロードするね、あのー、だから、えっ、ー、とー、この事業の、あのー、なんていうシステムだっけ。ーセイバー、しセイバー。知ってる。<laughs> <laughs> うん、それ、あの、え、た、タイターの中の、その事業の、あのー、あれがあって。 ここの授業のところを選んでいただくとあのこういうやつが出てくるので宿題ねであのこれをやってみてくださいあの皆さん自分でプリントアウトしてあのやってみてくださいそれであの同じようにうんと、えー、これ今やらなかった実はもっと難しいのも入っていてというのはねあの半分は。 あの訓点がついてるやつをどういう順番で読みますかっていうやつなんだけどもう一つはこう今度は番号が先に入っていてこれで訓点をつけろっていうのね帰り点をつけろっていう問題があるんでこれ考えていてよ <laughs> だからあの来週、えっと、これ少し答え合わせをして、まあ、全部やってると時間なくなっちゃうからね先進まないといけないからあの少しやってあとはあの 僕がその模範解答あの正しい答えを書いたやつをまたアップロードしますのであの自分で何ていうかチェックしてみてくださいということなんだけどあのとにかくじゃあこれ宿題として c、えーその,なんですかシーバの中に入れてもらいますのでぜひ皆さん見てやってみてください。えー、とどうもすいません、なんなか今日は、あの ないろいろと話が前へ行ったり後ろへ行ったりしてしまってえちょっとあの分かりにくかったかもしれないんですけどあの大体こんなところでえこれが「あの帰り天」「かり天」送り仮名の「のえり天」というやつのまあ基本ですねえということでお話ししました。来週は あのこれはまあもうちょっと日本,語日本語っぽいというかね日本語の話になってきちゃうんだけどあのいわゆる送り仮名の話をしてそうすれば「返り点送り仮名で」で大体基本的な構造はあのそれでわかるということですね。あとあのこういう再読文字っていうのがあったりこの「2回読まなきゃいけない」っていう文字がいくつかあるんだねでこれはもう決まってるんであのこれこういうふうにやりますっていうふうに。 お教えすれば大体これでできちゃうんでこれであとはもうみんなどんどん読めるって何でも読めるという、まあ、そういうことになりますからあのやっていきましょう、はい、えそれじゃあどうもあの今日もあ,のありがとうございましたお疲れさんでした。えどうも